帝国の追跡をかわさねば。村の外れにある墓地の片隅に新たに作られた小さな墓。ルリアをかばい殺された少年を思い、片身の折れた剣を抱いて小さな竜は泣き続けている。彼が死んだのは私のせいだ。私がルリアと離れなければ。 B 君だったな。すまない。我々のせいで。うるせえ！あっち行けよ！お前らが来なけりゃ、あいつは死ななくて済んだんだ！おいらの大事な！ごめん。なさい。謝るなら返せよ。おいらの相棒返してみせろよ。できねえくせに。ルリアは何かを言おうとして、結局口をつぐむ。私たちが B 君にできることは何もない。謝罪でさえも。私はルリアの手を引き、ザンプティンゼルを後にする。私とルリアの放浪は続いた。帝国の追手に怯え、密告者を恐れ、ひとところに決してとどまれない旅。目的地があるわけでもなく、あてどなくさまようしかない。ルリアはザンクティンゼルでの出来事以降、心を閉ざしてしまった。私は、彼女に広い世界を見せてやりたいと、研究所から脱出させた。だが、その選択は正しかったのだろうか。外の世界には居場所などないと、絶望を味わわせただけだったのでは。だが、今さらこの旅をやめることなどできない。私以外に寄る辺のないルリアが頼るようにこの手を握ってくれる。ただそれだけが私の支え。いつか来る終わりの日を少しでも遅らせるため、私はルリアを連れ今日も歩き続ける。ガキの頃、俺は友達と約束した。俺がソーダする気空艇で一緒に旅をしようと。ガロンゾで育った奴にはありがちな気空師という夢が言わせた言葉だった。だがそのありきたりな約束は俺にとって呪いになった。ついに自分の手で舵を取り、気空艇を飛び立たせようとしたその日、呪いは発言した。俺の操縦にも気空艇にも何も問題はないのに、気空艇は飛び立てなかったんだ。ガロンゾに存在する絶対遵守の力を持つ聖少獣ミスラ、それが幼い約束を呪いにした。俺は約束を交わした友達と一緒でなければ飛び立つことができない。それに気づいた頃にはすでに彼はガロンゾにはいなかった。物心ついた時からのソーダ師という夢を叶えるため、俺は彼を探す旅に出た。ノアという名前一つを手がかりに、俺はあらゆる島へ足を伸ばした。自分の操舵する気空艇で島々を訪れることができるなら、どんなにか幸せだろう。
そんなことを考えながら島を渡り、ノアを探し続けた。探して探して探して、そして俺は年を取り、今やもう俺の人生は一体何だったのか。俺は何のために生きてきたのか。答えるものは誰もいない。そうだな。カタリナ？どうしたの？なんだか難しい顔してるけど。ルリア、姉さん、起きたか？飯食いに行こうぜ。君は、B 君？なぜここに？ん？どうしたんだよ。幽霊でも見たような顔して。それに、そこの君、何者だ？帝国の賞金に釣られて、ルリアを捕まえに来た、キクーシか？それとも、B 君の相棒だった少年の仇討ちを頼まれたか？仇討ち？何言ってんだ、姉さん！また寝ぼけてるってのか？カタリナ、昨日からおかしいよ！どうして？姉さんどうしちまったってんだ？お、なんだ？そうだな。とりあえずラカムに相談してみるか。おい、ラカム！また姉さんの様子が変なんだ。ラカム？おーい、話聞いてるか？今、俺に話しかけたのかい？そうに決まってるだろう。ならかも、またカタリナが変なんだ。寝ぼけてるんでもなさそうでさ。はて、カタリナ？誰のことだ？おい、ラカムまで冗談はよしてくれよ。あ、いや、そもそも君たちは誰だ？会ったことがあったかな。何せ、方々行ったものだから、一度会ったくらいの人のことは忘れてしまってね。取り込み中で。あの、すみません。あれ、お前確か夢占いの？はい、モルフェです。少しお聞きしたいことがあって。悪いけど今それどころじゃねえんだ。仲間たちの様子がおかしくて。様子がおかしい？すみません、詳しく聞かせてください。もしかしたら助けになれるかも。間違いありません。それは聖少女オネーロスの仕業です。なんだって？聖少女？オネーロスは夢を操る聖少獣なんです。オネイロスの力に囚われた人は、夢と現実の記憶を混濁させてしまう。夢と現実を
昨日のカタリナがそうでしたね。最初のうちは説明してあげれば夢の方がおかしいんだって分かってくれるんです。でもそのうちにどんどん夢の方を信じるようになって、その頃から眠る時間が長くなります。最後にはずっと眠って目覚めなくなってしまうんです。ずっと眠って、もしかしてさっきカタリナが眠そうにしてたのって。そうなのか。オイラたちと話してた時ははっきり目が覚めてたけど。二人が部屋を出た後しばらく話をしてたんですけど、急に眠くなったって。オネイロスの力の影響が出るのがものすごく早いですね。私たちの村の時はたくさん人がいたせいかな。村の人？もしかしてお前たちがやけにオネイロスに詳しいのは。はい、僕たちの村はオネイロスのせいで村の人たちがみんな眠ってしまって、僕と姉さんは村の人たちを助けるためにオネイロスを追っているんです。そうだったのか。私とモルフェはこれまでオネイロスのこといろいろ調べてきた。だからきっとあなたたちの仲間を助けるの手伝える。オイラたちはオネイロスのことも今知ったくらいだし、協力してもらえるなら助かるよな。そうですね、二人と力を合わせましょう。姉さんたら、ちゃんとご挨拶しなきゃ。